はい、スリープフリークスの水谷です。EDM のみならず、エレクトロ系のポップスなどでも必要不可欠なバキバキのベースサウンド。ハリオン6の場合、便利なマルチオシレーターモードという機能がございます。波形選択、マルチオシレーターモード、ベースを理解することで簡単にバキバキサウンドが作れます。それでは今回はこのベースサウンドです。 バキバキしてますね。それではやっていきましょう。あらかじめシンセゾーンが入ったプログラム1を作成し、スロットラックへ入れてあります。やり方は過去の動画をご参照ください。エディット、ゾーン、左から3番目のアイコンでオシレーターを表示。デフォルトではオシレーター1、2、3ともにサイン音波が選択されているので、バイが何も含まれていない丸い音ですね。到底バキバキとは言えません。 人それぞれ表現の仕方があり、難しいとは思いますが、バキバキ、ギャンギャン、ザラザラ。すなわち、倍音がたくさん含まれている音色。ということは、倍音が一番含まれている層を選択すれば良いということになります。オシレーター2、3はオフにして、オシレーター1だけで聞いてみましょう。いかがでしょう。まだバキバキ、ギャンギャンとまではいきませんが、ザラザラしてきましたね。それでは、マルチオシレーターモード。 どこについているかというと、波形アイコン下の MO。MO をオンにすることで、隣にエディットボタンが表示されますので、エディットボタンをクリック。すると、その下で、ナンバー、デチューン、パンを調節できるようになります。ナンバーでユニゾン数を決めて、デチューンでチューニングを微妙にずらしたデチューン効果。パンでステレオ感を出す。という設定ですね。まず、ナンバーを増やしてみましょう。 少し音が太くなってきましたね。続いてデチューン。ゴージャスになってきましたね。続いてパン。左右の広がりが増えてきましたね。ハリオン6の場合、これらのマルチモードが各オシレーターについています。同じような機能でユニゾンがあるのですが、 ユニゾンの場合、オシレーター全体にかかってしまいますが、マルチオシレーターモードだと各オシレーターで決められる。ということは、オシレーター1だけマルチオシレーターモードでゴージャスにして、オシレーター2は普通に鳴らす。という技もできちゃうんですね。これは便利です。本題に戻って、 今回はオシレーター1、2、3ともにオンにして波形は相互選択。オクターブを0、-1、-2 に設定。今回は E2 のノートを使ってます。ベースとしてはちょっと高めですね。ということで0、-1、-2 にしています。ちょっと高めなノートを使用した理由は後ほど。次にマルチオシレーターの設定。マルチオシレーターモードを3つともオンにしてエディットをクリック。 全部のナンバーを8にします。今回はバキバキさせたいのでデチューンは0のまま。デチューンをかけるとゴージャスになる反面、少しぼやけてしまうのでバキバキなベースには不向きですね。パンはこのままで大丈夫です。あとは弾きながらレベルで音量バランスをとります。 いい感じになりましたね。が、しかし、ちょっとこちらを聞いてください。わかりやすいように、このように E2 を16部で連打してあります。<music> いかがでしょうノートが鳴るたびに微妙に音色が違いますよね。そうなんです。デフォルトでは発音の発信位置が微妙にずれる設定になっているんです。やはりベースはバシッとしてもらいたいですよね。 ということで、バシッとさせちゃいましょう。どうやるか簡単です。マルチオシレーターモード横のこちら。ここがフリーフェイズになっているので、発音の発信位置が毎回自由奔放になっているんですね。ここをクリックして、ランダムフェイズだと完全にランダムになってしまうので、一番下のフィックスドフェイズ。再生しながらオシレーター1、2、3ともにフィックスドフェイスにしてみましょう。 いかがでしょういきなりバキッとブリッとしてきましたね。あとは低音をもう少し足しましょう。オシレーター横のサブをオンにします。これがサブオシレーター、サブベースって言われるものですね。このオシレーターは打ち込んであるノートのオクターブ下の音を出します。E2 というベースとしてはちょっと高めの音程を打ち込んでいた理由はここなんですね。これが最初から E1 を打ち込んでしまうと、サブが鳴るのは E0 になるので、 ほとんど聞こえないという残念な結果になります。それではサブを上げながら聞いてみましょう。バキバキかつ低音がどっしりしてきましたね。あとはサイドチェーンっぽくしていきましょう。今回はこのように四分音符の長さでノートを書いています。 ということは、アンプのエンベロープでアタックを遅くしてあげれば、四分音符の後半、すなわち八分裏にボリュームのピークが来るんですね。では、エンベロープを表示させ、シンクをオンにして四分の一。アタックを右に移動。だいたい四分の一の一つ手前のグリッドあたりが気持ちいいですね。ドラッグしてカーブを描いて聞いてみましょう。いい感じですね。 これで完成でも全然良いのですが、今回はエフェクトをかけてもう少し個性的にしてみましょう。ミキサータブでンをクリック。今回使用するのはディストーションの中のアンプリファイヤー。これはアンプとスピーカーをいろいろ組み合わせてサウンドをエミュレートするエフェクトです。アンプ感や歪みを得ることができます。左の上の部分でアンプの種類が選択できます。今回はベースですのでベースウーマンを選択。 下の部分でスピーカーの種類が選択できるので、今回はベース 4×10 を選択。ドライブで歪み具合。今回はこのまま。ベースで低音をどのくらい持ち上げるか。こちらも今回はこのまま。トレブルで高音域を持ち上げて、プレゼンスで明るさを加えましょう。ミドルを上げると鼻にかかった感じになります。今回は5デシベルのままでいきましょう。 ちょっとだけハイがきついので、下のハイダンプで少し範囲を削るといいですね。右に回すと削れます。大体42%ぐらいですかね。これで完成です。聞いてみましょう。バキバキになりましたね。ということで、今回はここまで。今回使用したマルチオシレーターモードは他の音色でもよく使いますので、ぜひ覚えておきたいですね。 フェーズに関しても今回はフィックスドフェイスにしましたが、フィックスドフェイスにするとパンを広げてもステレオ感が出なくなります。バッキングなどで使用する場合は、あえてフリーフェーズにしてパンを広げてステレオ感を出すといいですね。ありがとうございました。